はい、今日は2018年12月3日、2018年11月27日発売、ファミマ限定、ファミマでライズアップ、ベリーチーズケーキの紹介。それで原材料名を見ていくと、チーズは別にあれだもんね、そんな糖質ないから。あ、砂糖使ってんだ。甘味料はどうなんだろう。砂糖使って、ホエイパウダーは問題ない。チゴピューレもそんなにあれだろう。濃縮ラズベリー、ブルーベリーピューレ。まあ、増粘タトルはやっぱあるわね。着色料。甘味料で、あ、ラカンカ使っとるんだ。エリスリトールとかそういうのはないんだ。次は栄養成分表示。内容量 90g だね。内容量 90g1 個あたり、カロリー約200。タンパク質が地味にあれなんだね。5g あるんだね。脂質はまああれだよね。高くなるんだね。チーズとかどうしても使っとるで。炭水化物10はまああれじゃないの。糖質 9.9。まあ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 、妥当じゃないですか。とりあえず食べてみましょう。今日アングル変えて上から映しといてどうだろう。これ日曜日に夜、いや、無理よ、別バナナで。ステーキ食べてご飯食べとる、久しぶりに食べとるので、もう月曜日お腹重いんだよね。で、明日火曜日か。だで、ローソンとファミマで、まあまああるで。で、今日曜日だから先週か。火曜発売の分がまだこれ、レビューしきれてないもんで、そんなでもうこれで食べて、今日もう一個食べてやっつけようかなって。食べれんでね。これ多分なんか他のもの食べるとこれですら多分食べれんくなると思うで。食べてお腹減ったら、いや、これ綺麗に剥がさんとか。あとで一応書きたいな。あれだな、でももう、ちょっとブログの方の方がおろそかにして動画の方に力入れた方があれだな。自分的なあれだな。その金銭面とか数字面の問題じゃなくて。とりあえずその一発で表現する能力を身につけなきゃ。ああ、中身の写真だけ後で欲しいな。ちょっと待てよ。最近これ綺麗に、ああ、やっちゃった。なるべく爪入れたくないんだよ。それで、待てよ。ちょっと、はい。それで、まずは近寄った。こんなもんか。さらに、上から見るとこんな感じで、と、上がなんだこれ、いちごで、下があれか、難しいね、焦点の合わせ方が。こんな感じでござる。じゃあ食べてみましょう。上から映すとなかなか難しいな。で、今日英語物語のイベントもあるし、鬼桃が明日まであるし、なんか忙しいな、ほんと。あ、おいしい。甘いは上のいちご。チーズもなんかほんのり濃厚で。ゼリーみたいな感じだね、上は。でもファミマってこれなんかこんなようなブルーベリーチーズケーキみたいな類似商品って2回ぐらいなんか食べてやるのがあるんだけど、リニューアルじゃないかなこれ。90g 糖質10ならまああれだね、デザートに全然使えるね。これファミマはあれだもんね、デザート類に結構力入れとるもんね。なんかあれ、むっちゃさんが動画で言ってたけど、
消費者団体かなんかからなんか抗議じゃないけどなんかって、そんでなんか販売ある程度の間自粛しとったりだね。で最近なんかちょっと販売しだしたけど、パンとかやめとるもんね。今もうこういうプリンとかケーキとかさ、で大体なんか全体的に内容量が80から100ぐらいの間で、糖質が8から10で、まあ大体 100g 換算10前後に抑えられてるもんね。でもそんなエリスリトールとか甘味料使ってなくて、この数字はなかなかあれだよね。いや、甘くて美味しいっすさ。ほんのり濃厚だね。すごい癖があるっていうチーズじゃないで、これはもっと癖があるチーズが好きだから食べやすい。小腹が空いた時ぐらいにちょうどいいかな。今日まだ朝プロテイン飲んだだけで何も食べてない。今何時ぐらい？11時ぐらいでしょ。ここでもう一個これ食って腹減らんかったらもう終わるかな。どんな生活やねん。それ以上に英語ゲームが忙しいんだって。いや、そんな感じで甘くて美味しかったです。ごちそうさまでした。こんな感じで終わり。